チャンネルです。今日は寂しい報告がございます、はい、後ろにいます、はい、オッケン1号、はい、手放すことになりました、はい、ということで今日は綺麗に片付けて、はい、お見送りをしたいと思います、はい、その前に、うん、タイヤは変えたんですか？変えてません。スタッドレスのままじゃん。はい、タイヤを渡してそのままキヨちゃんのところに行けと自分で行けと。そうそう、いいじゃん、早いじゃんね。うん、楽しい、素晴らしい。おお。そのさ、草刈ってる時ってさ、うん、何考えてるの？いや、そこなんですよ。三月期暗唱してるとか。あのね、うん、セリフ覚えてる時は、うん、ブツブツ言ってます。あ、なるほど、ね、で、ブツブツ言ってても、うん、結局なんかね、僕の場合は、うん、メディテーションに近い状態になるんです。なるほど。それがすっごい楽しくて。なるほどね。あの、ぼーっとしてくるじゃないですか。で、単純作業なんで。あの、ゾーンに入ってくる。ゾーンに入ってくる。いわゆるゾーンに入ってきて。荷物を下ろそうか。下ろします。うん。よいしょ。汚な。汚な。ゴミ袋持ってくるかな。汚な。ポール・スミスのミニでございます。実は我々が乗ってた車でこんな色じゃないけどね、それのミニカーでずっとつけてたんですけども、これは3号に移したいと思います。よいしょ、取れねえか、おい。よいしょ。あ、そこになんかカンカン熱がありますね。あれ外してください。カンカン、あ、あれも、うん、いやいや、本当お世話になった車ですよ。これ6年乗ったの？6年だね。2016年に買ってる、ね、うん、6年で、10万キロ。まあそんなもんかな。乗りました。途中からそんなに。はい。ね。うん。いや、まあ本当これでスタート C のね。これ一回で置いといてあげる？うん。それ何？なんだろう。なんか上のネジっぽいね。まあこれ置いとこう。うん。いろいろあったのね、うん、これもですね。よいしょ。このメスティンの中にね、ミルとかスプーンとか、斜めだ、最高。
入りそうやな。え、入るね。ああ、そう、私が後ろに乗って、いや、押さえていく。それは困ります。沖縄1号お別れでございます。See you。 ね、なんかこのキャンピングカーでもう俺たちは終わりだみたいな話してたのね、キャンピングカーはね、うん、まあ終わるわけなかったねまさかその後2号3号ということはよし、行こう。さあ、ラストドライブでございます。沖縄1号。ねえ。ああ、ドナドナやね、本当に。いや、ドナドナじゃないんじゃない？はい、新天地じゃない？はい、ということで、はい、この車を、新しい人生を送っていただくということで、はい、新しいオーナーさんのところに、はい、今から、はい、お届けに行きます。はい、遠い道のりを経て出発していきたいと思います、はい、一部始終これからずっと我々を撮ってたいと思いますね。なんかいなくなると思うと寂しいな。なんだかんだこれ生活の足だったからな、結構、まあ、普通に乗ってる車だったから、ね、そう、キャンピングカーというよりね、これからもって生活の足があるよね。軽トラなんです。そうです、十分なんです。軽トラがね、3年間で3000キロしか4000キロしか走ってないという。全然走ってないよね。はい、もったいないんですよ。よいしょ。ちょっと燃費が悪い。そうなんですね。はい、もう間もなく到着します。新しいオーナーさんのお宅にですね、はい、もう大体勘のいい人はもう、あの人でしょとかって分かってると思いますが、ちょっとね、プライバシーの問題もあるので、あんまり家の周辺を落とさず、よいしょ、入りたいと思いますよ。まだ入ってちゃうんですね。よいしょ、新しいオーナー宅に到着しました。回覧板来てるよすごい綺麗にしてんじゃん。これね、掃除したの。何、はい、これ、お店を始めるにあたって、ね、床も磨いたの。めっちゃ綺麗やん。どうやったらこんな綺麗なのか教えて。物を捨てるだね物を捨てる、ごもっともでございますまだでもこれ、うん、バーッと置いただけやで、うんうん、ええやん、でもかっこええやん。ぐちゃぐちゃなのに。うちのやついろいろあげるわ。いらんって、断捨離して、いらんって。まだいっぱい。ええ感じ、ええ感じ。ちらっと見て。あ、まだ置いただけやけど。ひろ。おお。ひろ、いいじゃん、いいじゃん。何、雑貨屋さんみたいな感じになるぞ。ひらねー。すごいやん。すごいやん。だいぶ変わったでしょ。うん、うん、うん。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、もんちゃんのお世話と野菜をいただくことを条件にそうです。そこら辺からね、はい、人だけから盗んどるだけ綺麗に洗ってたよ。あ、ありがとうございます。ほら、まだちょっとおじさんの匂いがするかもしれないけどそれは長い時間をかけて取ってくれ。お、いいじゃん、いいじゃん、バッチリやん。よかった、捨てやんで、ふんふん、で、あ、エムコさん、なんかいっぱい何それ宅急便のあれももらっていいんですか。なんでこの車に入れといた、あんた持ってくるとは勝手なのに。ちょ、バッテリーで、バッテリーで行くの、うん、これ、ここシガーソケット入ってるから、ここにパチッと差し込んでおくと冷える。で、その時はこれを外してここになんかスポット入るの作ってあるから、これを置いていくと、家に。あー、で、バッテリーはここ、この中にサブバッテリーがキヨちゃんのところで思いっきり、これが充電器なんよ。で、そのこの奥に入ってるサブバッテリーが、あら、こんなとこに、そう、花畑にしました。すごいやん。これなんちゅうの、なんか見たことあるぞ。この辺からが間が見えんくって、君じゃない、うんうん、だよね、ネモフィラ、ネモフィラ
どっからせ、どっからせ、どっからせ。なくなっちゃったね。取ったの？取ったやつ？うん、いちご。なくなってないじゃん。見えとるやん。めっちゃ見えとるやん。まあつまりですね、うん、1号も2号もご近所にいるので、うん、そうだよ、はい、私なんてまだ鍵持ってるから何だったら借りちゃってもいいんだよ。返せ、帰り渡してこい早く。ということになりました。はい、まあまあね、まあ、これでし、はい、俺が乗る車は、うん、軽トラと3号、はい、M子さんはティンク、チンクちゃんですということで、はい、それとも3台ございますので、はいはい、まあでも予約3台になったって感じ。そうだね。